はい、こんにちは、中島です。本日は、スーパーミートボーイというゲームをやっていきたいと思います。早速始めます。3面ですね。 1,2 とクリアしてきたんですが、3面やっていきたいと思います。このピンクのがこのスーパーミートボーイくんの彼女なんですね。スーパーミートガール、なんて言ったかな、なんか名前がありましたけど、その子すごい毎回毎回あの博士がさらっていくんですよね。それを助けるっていうゲームなんですが、かなりね死にゲーなので、このゲーム知ってる方はわかると思うんですが、本当に死んでやり直してっていうのをずっとやって、自分のイライラに打ち勝つゲームなので、はい、では早速やっていきます。1面ピットストップ、これがスーパーミートボーイくんなんですけど、ダッシュとかジャンプ、これだけですね、ほとんど。ジャンプと移動とこう壁走りと、そういうものを駆使して、ちょっとマウスが、それを駆使して、やっていくゲームです。これソルト、あ、ダメなんだ。ソルトファクトリーということで、塩の工場ですね。塩に触ると死んでしまいますね。うわ、痛い。こんな感じです。危ない。どうしようかな。いけないな。これ、こういうゲームです。何回言うんだ。本当に何度も死んでクリアを目指すゲームです。で、女の子に触れればクリア。で、このように、リプレイで自分がどこで何回死んだかが確認できるんですよ。これ面白いですよね。はい。こんな感じで。それでは、どんどんクリアしていってしまいましょう。痛い。これ塩だらけだな。痛い。ここをね、ひょいって。ここを行って。危ない。よいしょ、よいしょ。痛い。痛い。よいしょ。よいしょ。ああ。これ上に行ってるけど、取ってる場合じゃない。マジかよ。よいしょ。来たよ、来た、来た、来た。死にたくない。ここまでようやく来れた。よいしょ。いくよ。はい、はい。きたー。20面で終わりかな。そんな気がしてきた。15だと思ってたんだけどな。15面なので、ちょうど動画もそんなに重くないかなーって、大きくならないかなーって思ってたんですけどね。全然結構ある。そんな内部事情はどうでもいいから、早くクリアしましょう。よいしょ。うわー、もうなんであいついるの。よいしょ、よいしょ。うん、怖え。うわー、くそー、なんでだよー。いくよ。はいはいはい。一回避けて、触って削って死んで、痛い。これ上がる、上がる、入る、一回する、痛い、やめて、上がる。これで一回ここで無視するんですよ。でジャンプで避ける、ジャンプで逃げる、降りる、かわす、乗る、かわす、おっせえ、鍵開くの。早くして。来た。危ない、ミサイル目の前。これで来ました、ようやく来ました。ボス戦になります。流された。え、なんか変なの来た。うわー、怖い。
塩まみれになってく。これえ、うんこ、うんこじゃない、うんことか言っちゃって、あいつでもブリブリブリってなんか言ってましたよね。うんことか言ったら汚いかやばいやばい、よいしょ、絶対負けねえよ、お前には負けねえ。痛い、あいつうますぎでしょ。多分こいつより早く行けみたいなノリだと思うんですよ。痛い、こりゃ最後の鬼門だな。痛い、これね、見てる方には伝わるかな、このイライラ感結構難しいというかね、操作は簡単なんですけどね、やってることがね、あと動きが速いっていうのと、別にキャラクター癖のある動きしないんですよ。ちょっとふわっと浮くかなぐらいで、助走つけてないからか、あそこかなり直感的に動いてくれるっちゃ動いてくれるんですけど、やばい、待てこら、あーマジか、ちょっとやばいやばいやばい、一回死にます。走る、これ難しいぞ、動画1時間あっても足らないんじゃないか。マジかよ、よいしょ、ほい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 、よいしょ、こい、これね重なってるからちょっと邪魔なんす、このうんちくん、よいしょ、よいしょよいしょ、待てー、これは待てー、怖いな、こっから全然知らないんで、入れない、入れないくっそくっそー、こんな茶色に負けたくない、あいつ、あいつちょっと疲れてましたね。飛んで、あいつを見ましたよ、俺。ここで飛ぶ。飛ぶ。ほら、来た。あぶね、今触ったと思ったけど。え、どうやって行ったの、あいつ。ふざけやがって。何分や、今。やばいやばい。かなり録画してるぞ、これ。痛い。もうね、あそこで死ぬなんてもうやっちゃいけないんですよ。これで行く。よいしょよいしょ、おらおらおら、で止まって投げて、ほらもうこの辺うまい、この辺うまい、うまくなってきた、飛んでくっついて飛んでくっついて飛んで飛んで、僕はこっちから行きますよ、大事を取って、お、行った、お、やった、誰、あ、かわいそう、ちょっと助けてあげよう、あ、さすがスーパーミートボーイ、いて、ひでーこいつ、あーやめて、痛い、あー許せない、え、スイッチ、あ、痛いチャプターコンプリートしました。どうでしたでしょうか、かなりイライラできたんではないでしょうか。こうやってね、今3面ですけど、次4面5面と続いていきます。これがチャプター3ですね。で、4にまた今度いけて、どんどんあと5、6、7まであるのかな、ハテナの部分まで。で、かなりね、面白いゲームになっていますので、よければ皆さんもぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。普段からそんなに高い値段で発売されてないので、販売されてないので、よかったら遊んでみてください。それでは今回はスーパーミートボーイというゲームをやってみました。ご視聴ありがとうございました。